しちっとも動かねえじゃねえか。こりゃ入学式早々遅刻かね。おほら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 、どけ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 。あげろ、どこ走ってんだ。なんだありゃ。桐山大輔、新入部員のくせにパワーあるな。おい、車が行き交う行動にボールが落ちてたぜ。え？ったく、平日の朝っぱらに野球とは大層なゴミ分じゃねえか。朝練なんです。この落とし前はきっちりつけてもらうぜ。そんな、僕がやったんじゃないのに。うるせえ。桐山、大丈夫か。桐山、ダメだ、白目向いてる。追及者を呼べ。なんて狂犬なんだ。きっとただもんじゃないぞ。行きたい。それをもちまして第62回入学式を終了します。新入生の諸君は各教室に戻りなさい。加山俊信。はい。工藤明夫。はい。佐野純一。はい。高原仁はいないのか。ああ、入学式早々無断欠席とはけしからんな。あいつめ、とうとう来なかった。どこにばっかり来たんだろう。中森瑠衣。あ、はい。あ、畳んでよろしい。はい。なんだ君は。出席番号16番、高原仁です。嘘。通学の途中不幸な事故に見舞われてやむなく遅刻しまったんです。そうか、遅刻はいかんぞ。高校生活初日に汚点を残したくねえんだよ。ここまで来た努力を認めて多めに見てくだせよ。女だろう、もっと優しくやれよな。うるさい。ビービーわめくぐらいなら最初から怪我なんてすんじゃないの。大怪我なんだぜ。赤チンだけの手当なんてありかよ。こんなバカが私の家に下宿してるなんて、これから3年間お先真っ暗よ。なんですか。単車の兄ちゃん、ちょっと付き合ってくれねえか。誰だおめえ。そうかい、今朝のボールはてめえが打ったやつか。あん時の挨拶返し忘れてたんだな。へっ、やる気かよ。面白い。来やがれ。気の短い野郎だぜ。あ、健全な高校球児は喧嘩はしないんだよ。ほんじゃ何しよってんだよ。野球に決まってんだろ。野球。なんでこの俺が野球なんかやんなきゃいけねえんだよ。バット持つなんて小学校以来だぜ。君、ヘルメット。いらねえよ。俺は単車転がすんだってノーヘルなんだぜ。いいか、勝負は1打席ずつだ。直球だけで勝負してやるぜ。あったあった、早いとこ済まそうぜ。何よあのバカ、素人が勝てるわけないじゃないの。140キロは出てるぜ。ボールがミットに入ってから振っても当たらんわな。すげえ、145キロ。うるせえ。何が145キロだ。俺の最高記録は250キロだぞ。250。バイク出たけどな。これで三振だ。
デッドボールだぜ。まずは俺の一勝だな。ぶつかってもど真ん中のストライクで三振なんだけど。なんだどこの野郎、顔面直撃のデッドボールがなんでストライクだ。恥ずかしい。参ったね。俺の全力投球を顔で受けるとは。デッドボールにしてやるよ。だが長打なら俺の勝ちだぜ。ああ、このマシンは。お父さん、ジンはどこで。ジンは、ん、行くぜって。スピードガン。え、ジン、威勢がいいだけでちっともストライク入んないじゃない。そうだ、どうでもいいけど、あいつなんとかなんないの。親友の息子だかなんだか知らないけど、もうむちゃくちゃなやつなんだから。だってろ。え、投球フォームも何もかもめちゃくちゃだが、ジンの野郎とんでもねえ球を。出る。なんてパワーだ。大したクソボールだぜ。だが次の球がストライクに来れば必ず打つ。見送り三球三振、俺の勝ちだ。ほら、ほんじゃあばよ。まあ気を落とすなよ。何やらしても俺は天才で仕方ねえぜ。154キロ。やっぱりただもんじゃなかった。なんで、白滝のお坊ちゃま方じゃねえか。桜工業。ダメよ、お坊ちゃまはちゃんと学校へ行ってお勉強しなくちゃ。でもこのデブはお坊ちゃまって面してないね。いるんだよな、周りが弱いやつばっかりだと生きがっちゃうバカが。待てよこら。なんだと。バイクはてめえに弁償してもらうぜ。え、でもこれは桜工業の連中が。そうか、悪の根源はこいつらか。頭はどいつだ。なんだてめえ、ざけんじゃねえぞ。すげえ。ほら、頭だよ、頭。情けねえ。ほんじゃ明日の朝ここに金持ってこい。持ってこねえときゃてめえらの学校まで取り立てに行くぞ。利子たっぷりつけてな。いや、本日はここまで。起立。ねえ、さて帰ろ。あら、彼氏と帰んないの。冗談、誰があんなやつと。これじゃ帰れないじゃない。誰か待ってんのかな。何よあの連中。間違いねえ、桜工業の連中だ。朝の仕返しで来やがったんだ。ああ、あのバカ。こりゃ金持ってきたって面じゃねえな。ちょっと、私知らない。さあまとめてかかってきなさい。タコが、てめえなんざ俺一人で十分で。お久しぶりです、高原さん。うん、お忘れですか、五十嵐です。
おおおお、イガラシか。そうかそうか、元気そうじゃねえか。どうも。なんだ。厨房の時の頭だとかんなことは関係ねえんだよ。その高原つごぞ連れてこいや。はい、失礼します。しかしその高原って野郎は何者なんですかね。五十嵐が中学の時やってた族の頭だって噂だけど。厨房が暴走族？どうせ無免でゲンチャリ乗り回してたぐらいのもんだろ。五十嵐って隣の県でしたよね。もしかしたら知ってるのか。聞いた話なんですけど、厨房七人だけの銀狼っていう族があったらしいんですよ。それがまたとんでもねえ連中で、200人のチームを7人だけでぶっ潰しちまったと。配下になったチームは10とも20とも、中でもリーダー張ってた野郎がすごくて、今でもそいつの一声で仙台は軽く集まるって話ですよ。あくまでも噂ですけどね。面白いじゃん。そいつに桜工業の恐ろしさを教えてやる。中学の時みたいに高原さんと俺が組めば桜工業なんて目じゃないっすよ。そうなりゃこの辺一帯はもう閉めちまったと同じですよ。乗りませんか。興味ねえな。そんなことより五十嵐は本当におごりなんだろうな。任してください。万格からの呼び出しはどうします。しかとしたって構いませんよ。めんどくせんだよ。向こうから出向いてこさせろや。ん？その必要はねえみてえだな。そのようですね。五十嵐、誰が飯食いに誘えって言ったよ。すみません。桜工業の晩格だぜ。やばい雰囲気だな。一年の晩格でも勝手な行動はいい加減にしとけよ。うるせえな。うちは揉めなら他でやれよ。なんだとてめえ。話し合いじゃ済みそうもねえか。試合開始のゴングだぜ。相変わらず手が早いや。上等だ、プロにしてやれ。どうすべえ。あいつだろ、おめえらの分だ。こうなったらやるしかねえか。それもちょねえねえ、高原くんどこ行っちゃったのかしら。知らないわよ、あんなやつ。うっそ、心配じゃないの。別に。あの大バカ者、怪我してきたってもう赤チン塗ってやんないから。だーれやってやがる。調子に乗りやがって。高原さん、きっちりけじめ取らせてもらうからな。さすがだね。嬉しくってマジになりそうだぜ。高原さんを本気にさせちまった。相変わらずですね、高原さん。その右の威力は。
五十嵐、おめえどうすんだよ。ああ、気にしないでください。いつかはやるつもりでしたから。実は俺、やつらに邪魔されたくないことがあるんですよ。野球なんですけどね、ガキの頃からの夢で甲子園をマジに目指してみたくて、そのためにはまず連中を締めとく必要があったんです。まあこれで奴らも少しはおとなしくしてくれると思うんですがね。なるほど。で俺にあんな話をしたわけだ。甲子園か。おめえずっと野球やってたもんな。高原さん、喧嘩してて楽しいですか？喧嘩してて楽しいですか？五十嵐の野郎、つまんねえこと言いやがって。ジンのやつ飯も食わねえた病気か？知らない。なんですって高原を退学に？まあ正樹先生落ち着いて、まだ決定というわけではありません。しかしあの生徒は我が校にはふさわしくありません。名門白滝の名に傷をつけられては困ります。そりゃエネルギーの発散の仕方を多少間違えてはいますが、決して悪い子ではありません。警察沙汰になってからでは遅いんですよ。フィリアムだ、ラスト。ナイスキャッチ。来た、次。ブラボー、ブラボー。またお前かよ。今日はいいことを教えてやろうと思ってね。いくら頑張ってもてめえは甲子園にはいけねえぜ。てめえは桜工業には勝てねえよ。何肩入れしてるか知らねえが、口先だけのてめえの言うことだ。心配ないね。なんだとこら、何やっても俺にかなわねえくせしやがって。よく言うよ、てめえなんざこの腕立てで俺に付き合うこともできやしねえよ。けったかが腕立てで人をバカにすんなよ。教頭先生、何か意見ですか？富岡先生、高原人にスポーツをやらせてみて、もう少し様子を見てはどうでしょう？そうだ、それですよ。あのエネルギーをスポーツに向ければいいんですよ。しかし高原が問題を起こせばその部は出場停止。受け入れるクラブがありますかな？私が野球部で引き受けましょう。おい、もう3時間は経ってるぜ。へえ、残念だったね。また僕が勝ってしまった。なんててめえはそうなんだ。おとなしく引き分けにしてやればよ。バカ野郎め、てめえの方が早くダウンしただろうが。いやー、実に素晴らしい勝負だった。さあ二人とも握手したまえ。今日から二人はチームメイトだ。仲良くな。何？ああ、ああ、ああ、ジンよ、おめえ一回も練習出ねえで野球部やめちまってまずくねえのか？やめちゃいねえよ。野球部に席がありゃ文句ねえんだよ。それ以上のことは知らねえよ。邪魔くせえ頭だな。何も見えねえじゃねえかよ。よう、おっさん、こんだけ席空いてんだぜ。他に座ってくれ。やめよ、ジン。ヤクザだ。あ？ヤクザだ？上等じゃねえか。ヤクザが怖くて座薬は込められっかよ、こら。高原君どうしたのかな、あの顔。
どうせ喧嘩でしょ、授業サボっていい気味よ。ふん、冷たいんだから、ルイは。ちっしょう、不意打ちとはえのされちまったのは初めてだぜ。ヤクザだろうが、このままじゃ済まさねえぞ。面白いとこで会えたじゃねえか。ちょうどいいや、借り返させてもらうぜ、ヤクザさんよ。高原、練習出る気になってくれたのか。俺はこのおっさんに用があんだよ。え、誰この人。学校にヤーさんなんか連れてくんなよな。ご無沙汰してます、富岡さん。ああ元気そうだな。おかげさんで。え、紹介しておこう。え、今日からコーチとして来てもらった難波くんだ。コーチ。当分の間、高原を専属に教えてもらう。なんと素振り。おりゃ天才だぜ。もっと気の利いたことしようぜ。いいと言うまで休むんじゃねえぞ。まともな素振りなんじゃ無理だと思うけどな。バカにすんなよ、風圧で腰抜かすぜ。監督、あのコーチ一体何者なんですか。彼は白滝学園野球部史上最強のチームエースと4番を務めた男だ。その年我が校は地区予選決勝まで勝ち進んだ。しかし完璧なワンマンチームで、彼の肩の故障とともにチームは敗退。そしてナンバーは野球をやめたんだよ。やっと誰もいなくなったんだな。不意打ちには不意打ちで。あらさーて、もう一汗かかなくっちゃ。サボンじゃねえぞ。何慌ててんだあいつ。蹴るんだ蹴るんだ蹴るんだ、とにかく蹴るんだ。いい単車乗ってるじゃねえか。何やってんだ。これはとんでもない特訓かもしれない。うわこの野郎、いきなり危ねえじゃねえか。取るなり避けるなりしねえと痛い思いするぜ。最近高原くんすっごい練習してるんだって。うん、でもあいつのことだからね、いつまで続くことやら。あ、本当にすごい練習ね。そう、もう我慢できねえ。またこれやんのかよ。切れちまったか。気が引くじゃねえか。こんなことしても手加減するほど甘くねえぜ。ケチ。てめえ、一服盛り上がったな。おお、ちょっと待ってろよ。逃げるんじゃねえぞ。いってらっしゃい。やろう、調子に乗りやがって。桜工業高等学校応援か。おらおら、もっと元気出さねえか。そんなこっちゃ甲子園じゃ聞こえねえぞ。うるす。なーに、ダセーことやってんだよ。なんで、高原か。おめえみてえなやつが誰応援しようっての。ヤクザだ。なんだ、何の用だ。甲子園なんて俺は興味もなかったし、うちなんかには無関係だと思ってたが、五十嵐見てたらなんかこうじっとしてられなくてよ。ああ、やだやだやだ、てめえまで野球にかぶれちまうとはな。もっとも銃で脅されて野球やるよっかなんぼかましだけどな。見つけたで小僧、下剤と卑怯な手使うじゃねえか。キャリー。
任せられ。スポンのナンバー、あんな腹誰に舐められてたまるか。強烈な下剤だってのに、あのおっさん根性入ってやがって。世話焼かせやがって。ん？なんだてめえら。あぶねえじゃねえかよ。まいったね。しつこいったらありゃしねえぞ。なかなかのパンチだ、素人にしてはな。俺の右をまともに食らって倒れねえ。お前の場合状態が突っ込みすぎだ。腰が入ってないんだ、腰が。野球も喧嘩も腰が大事なんだ。足腰がもろくちゃ敵は倒せねえぜ。ギブアップか。バカ言うなって、これからだぜ。と言いてえが、勝負はお預けだな。拳銃不法所持で、あんたは豚箱行きだ。難波刑事、ご苦労様です。お、こいつは俺の個人的な獲物だ。刑事？エースで4番の高原君、お手柄だ。はははは。いや、銀行の前に来た時に様子がおかしいって思ったね。俺は決死の覚悟でバイクごと中に飛び込んだってわけだ。この記事は一体どういうことなのかね。話せばいろいろと。しかしこれだけ大きく取り上げてもらったんだ。やつも少しは真面目に野球をやらなければ格好がつかんでしょう。なんだよ、おじん、偉そうなこと言ってもうサボりかよ。またあのコーチが追っかけてくんじゃないのか。今日は事件があったらしくてね、帰ってしまったよ。俺たちがおとなしくしてると思っていい気になるんじゃねえぞ。最低最悪の桜工業がよ、甲子園を目指すなんてバカじゃねえの。何この野郎。待ちたまえ。喧嘩はいけないよ、君たち。ダメだ、完全に正義の味方になりきってら。単純だからな。君は桜工業の生徒だな。それがどうした。こんなところで喧嘩などしたら五十嵐君が迷惑するだろう。余計なお世話で。痛いじゃないか、いきなり。ひどいことをするな、君は。ザック野郎だ。よっぽど病院送りになりてえらしいな。うちの生徒に手を出してもらっては困るな。シードさん、まずいな、喧嘩なんてしてもらっては。すいません。君、高原君だね。新聞見たよ。すごいね。そりゃあどうも。君のような英雄と戦えるといいな。楽しみにしているよ。おい、あれ新藤だろ。ああ、そうだ。どこの万角だよ。万角？何言ってんだよ、ジン。やつは甲子園の星、新藤ってんだよ。今年の選抜でホームラン4本打って司学院を準優勝させた超高校級のスラッガーさ。進藤か。盛り上がってきちまったぜ、チキショウ。進藤さん、300終了です。そうか、遅くまで付き合わせて悪かったな。進藤、俺と勝負してもらおうか。困るな、グランドにバイクなんか乗り入れたら荒れちゃうじゃないか。聞こえねえのか。こら、勝負しろってんだよ。大会で両チームとも勝ち続ければいつか会えるさ。俺は気が短いんだ。
感度めちゃくちゃにしまうかんな。わかった、勝負しよう。そうこなくっちゃな。勝負は1打席、それでいいね。ああ、すごいな、あんな剛速球初めてだ。試合で会えるのを楽しみにしているよ。待てよ、もう一度だ、もう一球だ。進路、次はそうはうまくいかねえぜ。恐ろしい男に火をつけてしまったのかもしれない。高原、何の用だ。わざわざカツ丼食いに来たわけじゃねえだろう。野球だ、野球を教えてくれ。地獄だぜ。今までの特訓なんざ序の口よ。覚悟できてんのか。ああ、大会は始まってんだぜ。いつまでこんなこと続けんだよ。俺がいねえで進路とやる前に負けちまったらどうすんだよ。今はてめえなんかいねえ方がチームのためだ、ポケ。オラオラ、次はグランド30周だ。ほっとしてんじゃねえ。くそ、ひでえ試合だな。どっちもピッチャーが悪すぎな。高原が肩入れする桜子も大したことないですね。ま、桜子もあのピッチャーじゃこの先危ないな。三越島さん、三越島さん、野球部に戻ってきてくれませんか。うん、うちが甲子園に行くためには三越島さん、あんたの右腕がどうしても必要だ。し、あの腐った桜校の中で今年のチームを作った人だ。一番甲子園に行きたいはずです。大きなお世話だよ、五十嵐。どんなに張り切ったとこで誰かが問題を起こして出場停止だぜ。野球部員だけが頑張ったって無駄なんだよ。かっこ悪いっすよ。何意地張ってんですか。たかが一回の出場停止ぐらいで。なんだと。三越島さん、そんなとこで何やってんすか。おう、しげる、今行く。ま、せいぜい頑張れや。今度問題起こすのは元野球部のエースかもしれねえがな。
まんねえ練習ばっかさせやがって。朝から線は放ってるんだ。肩がいかれちまったらどうすんだ。俺の知ってる男にストレート一本で押し続け、甲子園にもう一歩のところで肩を壊したやつがいた。その男に頼り切っていたチームはそこで敗退。中途で故障するようなやわなやつにエースを張る資格などない。俺がコーチするからには大投手になるか特訓中に潰れちまうかだ。その前に負け犬になるのは勝手だがな。振動壊して刑事になんかならねえよ。みこしばさん、元気ないっすね。しげる、もし俺がチーム抜けたらどうする？何よそれ。これから恐竜界の連中と戦争しようって時にみこしばさんが抜けちゃうわけないでしょ。あんなよそ者にでかい顔さしとくの俺も我慢できねえっすよ。高原さん、チームを抜けてえだ。今がどんな時期か知らねえわけじゃねえだろう。行き場のなかった俺なんかに目をかけてくれた堀場さんには申し訳ないっすけど、これから恐竜界に戦争仕掛けようって時に特攻隊長のてめえが抜けちまったら示しがつかなくなっちまうんだよ。俺には今やらなきゃならないことが他にあるんです。はい、いるよ堀場さん。俺だ。何？シゲルが恐竜街に捕まった？よし、分かった。総長、いよいよ始めるんですね。ほっとけ、ほっとけ。一人で先走りしやがったシゲルのバカなんかにチームをかき回されてたまるか？あんな奴はどうなったって知らねえよ。高原さんと決勝で会いたいですね。でもその前に進藤に勝ってもらわなきゃ。心配すんな。誰にだろうが俺は負けねえよ。おめえらにもな。五十嵐さん、みこしばさんが一人で恐竜界に殴り込んだ。何？チームの旗かっぱらった上にこんなに仕上がって。おめえら俺をこんな目に遭わせてどうぞで済むと思うのよ。何強がってんだよバカ。どうなるってんだよ。みこしばさん、五十嵐、みこしばってのはそんなにすげえピッチャーなのか。ええ、あの人に怪我されたらうちはアウトです。しかしそれよりもチームの仲間として見捨てるわけにはいかないんですよ。仲間ね。こうやって走ってると思い出しませんか、チームやってた頃。銀狼か。あいつらどうしてっかな。今日限りで我が銀狼は解散する。知っての通り五十嵐が引っ越しまがらだ。さらば銀狼。よし、最後も派手な夜にしようぜ。おお、朝まで全開だ。坂原さん、いつかまたつるんで走ってもらえますか。ああ、こだ。おめえの気合の入った走りは忘れねえよ。なんだってめえは。三越馬さん、人質を返してもらいに来た。五光連合か。
一人で来るとはいい度胸だ。だからってはいそうですかってわけにはいかねえよ。見ろよこれを。このバカがやってくれたんだぜ。嬉しいっすよ三越馬さん。あとからみんなを来てくれるんでしょう。誰も来ねえよ茂。え、あんたが頭なんだろう。こうして落とし前つけに来たんだ。ぐずぐずしねえでどうにでもしやがれ。おい、そんな偉そうな口聞いてリーダーを本気にさせるなよ。小田さんはな、銀狼の親衛隊長を務めた方だぜ。銀狼？すまんねえ、昔話なんかよさねえか。あ、すいません。タイマンで蹴りつけるか。イガラシ、久しぶりだな、オダ。イガラシ、お前五行連合なのか。まさか。族とは関係ないが、その人に怪我させるわけにはいかないんでね。しつこいやつだぜ。俺たちの旗が。小田、おめえも偉くなったな。こら、何なんだってめえ。やめとけ。この人が誰だか知ってるのか。元銀狼リーダー高原仁さんだぞ。銀狼のリーダー。小田、銀狼だのなんだのと古いことを持ち出してえばってんじゃねえよ。族同士が何やろうと構わねえがよ。昔の勲章を見せびらかしてお山の大将気取ってんじゃねえ。うるせえな、おめえらは引っ込んでろよ。族なんてどうだっていいんだ。自分のためにけじめつけに来たんだよ。邪魔すんじゃねえ。それでのされちゃったら満足なわけ。なんだとこの野郎。待ってください、二人とも。みんなして喧嘩しても仕方ないでしょう。こうなったら単車で勝負するっていうのはどうですか。うん、単車で俺に勝とうなんて10年早えんじゃねえの。闇ガラスで勝負ですね。ライトなしでレースしようってのか。ゴールは桜工業正門前。いいですね。勝手にしな。銀狼名物闇ガラスレース派手に行くぜ。レースを追っ始めたんだ。はい、三越場と恐竜界のヘッド、それと高原と五十嵐とかいうやつら4人で。チャンスだぜ。どんなやつがいようがたかが4人ぽっちだ。ぶっ潰してしまえ。バカだ、あいつらこんな時にチームの走りしてやがる。高原さん、俺嬉しいっすよ。またこうして走ることができて。ついてくるのがやっとって感じだな。出落ちたんじゃねえのか。参ったな、これ以上はついていけねえぜ。なしてっからっていい気になんじゃねえぞ。相変わらずタフな野郎だぜ。
さすがにあばらの2、3本折れちまったみたいですがね。敵はたった2人だ。ひるむな。バカ野郎、2人でもてめえらの200人分だぜ。高原さん、遅かったじゃねえか。早く出て終わっちまうぞ。何ですかこいつら。知らねえよ。レースはどうなっちまうんだよ。てめえ、ご高連合じゃねえか。あんたもやっちまえっていう総長命令なのよ。なんだと。おめえも大した仲間持ったもんだぜ。これでスッキリするぜ。帰ったら総長さんに伝えとけ。三越柴さんはチームを抜けるってな。とんだ邪魔が入っちまったが、レースの再開といくか。負けたぜ、お前らには。三越柴さん、ほら。選手登録はしてあります。いつでも出場できますよ。はめやがったな、五十嵐。なんでここがゴールかやっとわかったぜ。いえ、スタートラインです。バイクも壊れちまったし、レースの勝敗なんてどうでもいいか。そうですね。しかし高原さんも野球始めたとはね。成り行きだ、成り行き。だがな、やるからには絶対勝つぜ。